空手日本代表の多田彩香ですと、おっパパです初パパ登場イエーイ。なんかさっき喋っててさ YouTube ライブでさ蹴ってくださいとかさめっちゃ見てた YouTube ライブ、うん、見てた、いたじゃん、うん、めっちゃいたじゃん。でさ体験してほしいと思うんだけどさ、まあ彩の蹴りぐらい楽勝だけどね。いやって思うじゃん、思うじゃん、え、やられたことないじゃんパパ、ね、受けたことあるないでしょ。確かにね、ないでしょ。お腹パンチは受けたことあるじゃん昔、あれ、まあ耐えられたら余裕で、余裕を言うねで、蹴りは耐えられる、大丈夫ちょっとじゃあ、あの蹴られたいっていう人すっごいいっぱいいるので YouTube 体験してもらおうと思いますパパにね、パパにね。だからみんなはちょっと受けた気持ちでちょっとパパを見守ってあげてください。はいじゃあ死なないように力入れてるし、うん、ガチで蹴るよ。お尻出さない方がいいと思うよ、うん、痛いと思う、危ない、普通に捨てた方がいいと思う指入ってない、大丈夫なの、え、指入りそうだよ、大丈夫、オッケー、あ、やばずず、何、あ、ブレブレ、ちょ、失礼はい、では今日はパパのね、笑ってさ、ね、ブレブレだよちょっとね、笑ってないで、勝手に笑わないで、はい、では今日はちょっとパパのお尻を思いっきり蹴りたいです。やられたい、やられたいの意外。ね、ね、うん、パパも意外そっちかもね。ね、やっぱみんなさ、ちょっとやられたいんだね。やられたいんかね。うん。よし、行くよ。心の準備は。OK。OK。はい、行きます。あ、ちょっと待って。あのこれ怪我しても、あの、え、あれ、お尻にアップした方がいい。いい、大丈夫、全体でいらない、いらない、アップできるから、うん、あ、そうなの、うん、いくよ、全然蹴んないでしょ全然ずっとこのまま、うん、はい、じゃあやっとパパのお尻を蹴りたいと思いまーす、シャキーよ、やばいよイノキのあれみたいな感じでビンタみたいな、うん、危なく今3メーターぐらい、あやかのケツ蹴り1回いくら、1回いくらにする、ちょっとみんなにあの聞きたい、1回いくらだったら受けるのかなって、うん、そうだね、ちょっとコメントお待ちしておりますお尻蹴りが終わりました、いや盛り上がったね、夜なのにさ、ね、もう近所の人ごめんなさいだよ、笑いすぎ面白かったでしょ、ね、面白かった、面白かったでしょ、いや見る方は最高だよ見応え抜群だよね、うん、ありがとうございます、ね、どうでしょうあれは、聞きます、クリーンヒットで、ね、あれやばかったね、いい音したよ、入った瞬間もきたーと思った、気持ちよかったの、うん意外とそういうのはできるのかもしれない、 3センチくらいはね体見たよ、ピッ浮いたよね、うん、浮いたよ、やばかったね、尾てい骨は蹴らなかった、ああ、いいとこいいとこ、ほっぺそう、お尻のほっぺ、お尻のほっぺがガランってなったよね、いい音したねマジでいい音した、想像しちゃお尻のほっぺ、波打ってベラベラ
多分ね、うん、スローでやればさ、あ、ブルーだよね。ほっぺも、うん、こういう来たら、1、2、ピョーンって立ってる。そしたらもうちょっとピタッとしたズボンの方が見えたね。あ、ブルンブルン。そうそう。あ、スローでね、そこね。うん、確かに。次は次はね。次はない。第2弾みたいな。あ、もう結構。でもやりたい人いっぱいいるからね。あ、お好きな、お好きな方はどう？お、とか。お好きな方はどう？いるんだみたいな。そう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 。意外とやっぱみんななんか、私のファンは変態が多いですよね。マジで。本当にこんな強いと思ってないかもしれないよね、うん、確かにね、うん、YouTube 史上初めて真面目に確かにね練習の時とかはさ見せるためのあれだから、うん、そんな稲穂とかにもさ、うん、今まで出てきたさ、うん、高校の同級生とかにもあの届かせるって感じだったんだけど、うん、まあ本気で蹴るとこんな感じよっていう当てるってやつ、ね、そうそうそうでもお腹はさ当てないといけないから当てないとポイント取れないの、うん、知ってた知らない知らない知らないよ知らない何なの私のお母さん知らないみたいです空手のルールをやばえパパも、うん、はあ、やば私の両親は空手のルールを何も知りませんだって知ってたところでママがやるわけじゃないしいやもう知らないよねはいすごいそれからルールを教え込ませいやいらないです本当にまあいいかそう。まあそんな感じだよ。うん、お腹を当てなきゃいけないんだよ。ってことで、これから練習をしていいってこと？お腹？うん、お腹？あ、ちょっと。いいんじゃない？細くなんじゃない？あ、確かに。え、ダイエットやればいいじゃん。お腹。蹴りを受けて、ダイエットとか。蹴りだけ受けて、お腹ダイエット。ってことで、いろんなダイエット方法があるからね。そうだよね。うん。あやに蹴られて、痩せたみたいな、ね。うん、どんどん痩せていくみたいな。ね。良くない？楽してダイエット、うん、いいじゃんいいじゃん、うん、食ってはダイエット結構ひどいよね結果だって自分で動くわけじゃないじゃん、まあ、相手が動いて、まあ、綾が動いてくれるわけ、そうだね、こっちがこっちの練習にもなるし、うん、パパのダイエットにもなるしもう顔がなんかもう力入っちゃってるもうえ早っやられるわけじゃないやられて次の準備緊張感ちょっと準備期間持たしてえどんぐらい、うん半年ぐらい。だったらやんないやつじゃん。ということでちょっと親子時間今日楽しみました。で、うんって。よかった方は、うん、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いきなり終わり。せーやーねん。合わせないとせーの。シャキーン。バイバーイ。